人生を変えたいと願う人は大勢いますが、その決意だけで人はなかなか変わることはできません。皆さんはその理由をご存知ですか？答えは動画の中でお伝えしますね。こんにちは。素敵な生き方みなチャンネルのみなです。このチャンネルでは、主に40代からシニア世代の方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくためにヒントになる情報を発信しています。ご覧いただき、いいなぁと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんに見ていただいて大変励みになっています。ありがとうございます。さて、このチャンネルをご覧の皆さんは、ほとんどが大人の方だと思います。大人になった今、子供の頃に持っていた将来の夢、叶っていますか？子供の頃になりたかったものになれていますか？保険会社の第一生命が2022年に小学生を対象に行ったアンケート、大人になったらなりたいもの、調査によると、男の子の3位はサッカー選手、2位は YouTuber、そして第1位はなんと会社員というものです。そして女の子の3位は幼稚園の先生、2位は看護師、第1位はパティシエということです。ちなみにこの調査は1989年、つまり平成元年から続けられていますが、その当時の男の子の3位はおもちゃ屋さん、2位は警察官、そして第1位は野球選手という結果でした。女の子の3位は学校の先生、2位はお菓子屋さん。第1位は幼稚園の先生でした。こうしてみると、女の子の方はあまり変わっていないようですが、男の子の方には時代の変化を感じますよね。それはともかく、年を重ねるに従って、子供の頃に持っていた夢に近づいていく人もいれば、現実を見て夢を諦めてしまう人もいるかもしれません。子供の頃は過去のことです。人生で一番若い日は今日なんていう名言もあります。一瞬先は未来です。過去は変えられませんが、未来は後悔のないものにしたいですよね。今からでも遅くはありません。今日から、いえ、今からなりたいものになる人生を始めてみませんか？いやいや、そんなこと言ったって、今さら野球選手やサッカー選手になれるわけないですよね、という声も聞こえてきそうです。それはもちろんそうかもしれません。ですが、なりたい自分を納得できる自分と言い換えてみたらどうでしょう。子供の頃に就きたかった職業についていなくても、今の生き方に納得できているなら、それはなりたい自分になれたことになります。逆に子供の頃から就きたかった職業に仮につけていたとしても、こんなはずじゃなかったんだけどなぁと感じている方は、なりたい自分に慣れていないのかもしれません。そこで今回は納得できる自分になるため、人生を変える方法についてお話ししてみたいと思います。人生を変えるために私たちには何ができるでしょうか。この動画では具体的に行動に移すことができる3つの方法をお伝えします。自分を変えて納得できる自分として生きていきたいという願うすべての人にとって興味深い内容ですので、今日もぜひ最後までご覧ください。具体的な行動についてお話しする前に、人生を変えたいと思っている人がやりがちな残念ながらそれだけでは全く効果がないことについてお話しします。それは決意を新たにすることです。え、決意は大切でしょうという声が聞こえてきそうです。もちろん決意するのは大切です。それはいわば人生を変えるスタートラインとも言うべきものだからです。ですが、もうお分かりの通り、スタートラインに立ってもそこから歩き出さなければ、いつまでもその場所に止まったままです。皆さんも今までに何度も決意し、また決意を新たにしたかもしれませんが、それだけで人生が変えられるなら、今頃この動画を見ていないはずですよね。概要欄にリンクを貼っておきますが、三日坊主をやめる方法の動画でもお伝えした通り、人は自分の意思だけで変われるほど強くはありません。人間の脳は変化を恐れる成功を持っています。人の本能と言い換えてもいいかもしれません。経済学者ウィリアム・サミュエルソン氏とハーバード大学リチャード・ゼックハウザー教授は、こうした心理を現状維持バイアスと名付け、変わりたいのに変われないという人間が持つ心の動きを指摘しています。もしあなたが心から自分の人生を変えたいと願っていらっしゃるならば、まずは自分の中に現状維持バイアスがあり、決意だけで変わるのはなかなか難しいということをぜひ覚えておいてください。決意は確かに大切です。決意してスタートラインに立ったら、今度は歩き出すことが必要です。では、ここからは実際に歩き出す、つまり行動することによって人生を変えていく具体的な方法をお話ししていきます。冒頭でもお伝えした通り、3つの方法をお伝えします。全部いっぺんにやれば劇的に人生を変えられるかもしれませんが、ご自分でできそうなことから一つ一つ取り組んでも必ず効果がありますから、ぜひやってみてください。人生を変える行動、まずその一つ目ですが、それは時間の使い方を変えるということです。今日ご紹介する3つの方法のうち、一番取り組みやすいのに効果抜群の方法です。とは言っても、具体的に時間の使い方を変えるってどういうこと?とお感じになる方もいらっしゃいますよね。本格的にこの方法に取り組もうとお考えであれば、まずは紙とペンを準備してください。そして1週間のざっくりしたルーテインになっている予定を表にして書き出してみます。この時書き出した時間の中で何を行っているのかも思い浮かべながらやるといいです。例えば朝の出勤にかかる時間が電車で30分だったとしましょう。この30分を何に使っていますか?スマホゲームでしょうか?もちろんそれは悪いことではありませんが、それを読書時間に充てるならばどうなるでしょうか。1ヶ月20日稼働で計算すると、月に10時間、1年で120時間の時間の使い方が変わることになります。この時間がスマホゲームから読書の時間に置き換われば、1冊2時間で読み終わる本をなんと1年で60冊も読むことができます。同じく30分の車通勤をしていらっしゃる方であれば、車内でなんとなくかけている音楽やラジオをみなチャンネルのような教育系や解説系の動画を流してみる時間にしてはいかがですか?これも読書と同じく知識の蓄積や意識改革につながる大きな変化をもたらすことでしょう。最初は朝のたった30分の時間の使い方を変えるだけのことだったのが、読書や YouTube だと続きが気になって帰りの時間や家に帰ってからも同じように時間を使ってしまい、気がついたら読書家になっていた、博識になっていたということも普通にあり得ることですよね。次に人生を変える行動の2つ目ですが、それは付き合う人を変えるということです。やりやすさから言えば時間の使い方よりも少しハードルが高いです。職場を変えれば実行可能ですが、そうそう簡単ではありませんよね。また、いつも一緒に飲みに行っているメンバーをガラッと変えてみるなどもできますが、お前、この頃付き合い悪くなったなという前からのメンバーの声が気になるからそれはできないなと感じる方も多いかもしれません。リアルを変えるのが難しければ、ネットでの付き合いを変えてみるのはいかがでしょうか。もし、あなたが Twitter や Facebook などの SNS をやっているなら、ここで付き合うメンバーをガラリと変えてみるのはいかがですか？なんとなく総合フォローで付き合い始めた人たちとのつながりを薄くして、自分の夢やこれからこんな風になりたいと思っていることを具体的に行動に移している人たちとのつながりを強めていくことができるでしょう。いつも触れる情報が変わると新鮮な気持ちになれますし、その中で得られた知見を実行することで、さらに人生を加速度的に変えることができるかもしれません。人生を変える行動、最後の3つ目ですが、それは生活する環境を変えるということです。これは3つの中でもしかすると一番ハードルが高いかもしれません。具体的にここですることは、ズバリ引っ越しです。引っ越しをすれば、当然、1番目に挙げた時間の使い方も、2番目に挙げた人間関係も強制的に変化しますから、今日お話した中では最強の方法かもしれません。私は人生で6回、主人は7回引っ越しを経験していますが、その時々にとても大きな変化を経験することができました。持ち家がない方であれば、2、3年に一度は引っ越しをしようと決めていらっしゃる方もおられるぐらいです。引っ越しは人生の一部だからと考えて、持ち家を持たない方までいらっしゃいます。とはいえ、そんなこと言われても普通すぐにはできないですよね。そんな方のためにおすすめなのが、部屋の中の模様替えです。ベッドの位置を部屋の右にするか左にするかだけでも、起きた時の感覚が全然違って新鮮な気持ちを経験したことがあるという方も少なくないと思います。模様替えの時には大掃除も兼ねて行うでしょうから、使っていなかったものを捨てたり、逆に今まで使っていなかったものを見つけて使うようになったりして変化がもたらされます。また、私はあまり知識がありませんが、模様替えは風水的な良い影響がもたらされて、もしかすると私たちが思ってもみなかった大変化が起こるかもしれませんね。ということで、今日は人生を変える3つの方法についてお話ししました。今回お話しした方法は、日本を代表する経営コンサルタント大前健一さんの言葉がヒントになっています。年配の方に、人生で一番後悔していることは何ですかと問うと、チャレンジしてこなかったこと、冒険してこなかったことを挙げる方が大勢いらっしゃるそうです。後悔は多くの人が考えているのとは違い、やったことにではなく、やらなかったことに対して生まれるものです。ぜひ、やりたいことにチャレンジして、人生をご自分の望む方向へと変えていかれますように。それによって、たとえ自分が望まない変化が起こったとしても、そこにはやらなかった後悔はありません。人生は必ず変えることができます。この動画がそのきっかけになるよう心から願っています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで皆様お元気にお過ごしください。